はい、皆さん、今日はそばにいるよというわけで、みんな毎日、持っている、ものについて話したいと思います。それではルイさんから、普段から何を、いつもそばに持っていますか。はい、僕はいつも僕のそばにこのノートを持っています。何が入ってますか。この上の写真ですね。あ、はい、ファンに言われたやつですなんですけど、この中にコードボーイの新しい曲の歌詞とか、いやなんかメロディが思い出してた時、はい、なんかメロディ作る、メロディを書くの、書きます。いやメロディを書くんだ。いやできねえじゃん。書きますよ。書きます。言葉で音楽を表現する。はい。本当にいろんな歌詞が入ってますよ、皆さん。ちょっと見せてくれよ。いやもう本当に、今日は僕はお疲れですから。日本語単語もいっぱいあるけど、はい、僕はいっぱい間違います。いや頑張って、はい、頑張ります。いいね。はい、皆さん、僕はですね、いつもこれを持っています。何ですか、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 じゃじゃーん。やおじさんか、おじさんかこれは僕の命です。いや僕の体 あの水分 70% が緑茶になっています。なるほどね。いやー シェフかよ。やたりだ、やたりだ、やたりだ。ブレイク一回見せてよ。見せてよ。やんちゃじゃないですよ。全然やんちゃじゃないって。さあ、では私ね、僕は最近健康にちょっと興味があって、はい、それもビタミンを、おお大事だね。そうですね、これビタミン C、ビタミン D、ビタミン E、ビタミンアリコ、ビタミンオンガジョーコプテンチョウマンキョンヤン。違うのはビタミンちゃんとなんか飲むから肌が超キラキラですね。そうなの。水だけで飲んじゃうの。いや、ちゃんと水食べて。あ、これお茶あるじゃん。お茶あ、ダメだよ。これはじゃあビタミン、みんな本当に健康に大事から食べてくださいね。はい、はい、次ソル。はい、僕はみんな知ってるだと思うんですよ。僕はモテモテなもんじゃないですか。なんか人気者ですよ。そうですね、だからどこ行っても、いやイケメンソルって言いながら「さあ知ってください」しょっちゅう来るから、はい、僕はいつもファンを、ファンを持てるんですよ。すごいですね。ファン、なんかファンどこいる？ファンにミラクル、ファンを見上げるためにファンを。あ、違うんだ。これファンじゃないんだ。これペンじゃないんですか？そう、あ、そう。ペンか。ペン。ペンは、そうですね。僕はアメリカの発音でペンをファンって言うんじゃないですか？言うんじゃねえよ。そうなんですよね。とにかく、とりあえずこれをファン思い、ファン思いのソルさん、本当素晴らしいです。サインしてあげるから、どんどん頼んでください。はい、優しいソルさん、ありがとう。はい、それでは最後にナロさん、お願いします。いや、ちなみになんかナロは何も持ってこなかった。なんかあるんじゃない？何もない。何も持ってない。確かに準備しなかった。持ってるじゃん。持ってるじゃん。いつも持ってるよ。持ってるじゃん。何？ああ、これかこれか。キレイ。持ってないよ。そういうことか。ちょっと見せてください。せっかくです。見せてくださいよ。恥ずかしいよ。やだ、見せてください。恥ずかしいって。恥ずかしい、恥ずかしい。見せてくれよ。これ恥ずかしいじゃねえし。いやせっかくね、あのアルバム、はい、アルバム記念して、サービスで、あー、サービスで、アルバムについてトッキング。大丈夫、今持ってる、持ってる。いやわかんないけど、でも確認しておいて。いや皆さん、一瞬だからね、ちょっと、はい、恥ずかしいけど。あー、いきます。じゃあ、せーの、うわー、これ持ってんね。6個ありますよ。重くない？以上、こ、V でした。ビタミンと変わりましょう。いいんじゃない？サインし、ここでサインしてあげようか。あってよかった。はい、皆さん、そばにいるよ。
この曲はいつも僕たちを応援してくださる皆さんを逆に僕たちが応援するような歌詞の歌です。皆さんは一人じゃなくていつも僕たちがいるから、辛いことや大変なことがあっても、この曲を聴いて一緒に頑張りましょう。そしてラップの部分はナーローとジェオンが、作りました。日本語でのラップは初めてだったので、そこも聞きどころとなっています。はい、それではぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます。